FC 東京です。ゴールキーパー野澤、最終ラインは白井、土井、岡、徳本の4人です。中盤3列目小泉、高、トップ下に中川、前線は遠藤、ディエゴ・オリベイラ、安西のトリオになります。アウェーの川崎の今日のラインナップです。ゴールキーパーチョン・ソンリョン、最終ラインはファンウェル・メスケルケン、高井、佐々木、三浦の4人です。中盤3列目に大島、立花田、2列目にマルシーニョ、脇坂、家永、前線に山田慎です。先日ですね、24節ガンバ大阪湘南の一戦で史上初めての J1400 試合完投を達成いたしました。小泉転がして入れます。セカンドボール、コウです。コウ高弘、逆サイド、頭だ。しかしながらこれはサイドネット、最後遠藤です。右のペナルティの横に出てきたコウが小泉に入れて、そのコウが跳ね返りを入れました。さあ安西です。内側を追い、手間から中川を狙った、遠藤が来た、頭が上がりました。またサイドから鋭い攻めを見せます。ね、はい、まあ、ここね、永瀬選手ちょっと出てましたけども、まあ、うまくマルシーニョ選手が前から守備来たところのその後ろのスペースをね、白井選手がうまくこう使いましたよね、ボールを引き出して、はい、左徳本、場所を空けた中川、ディエゴ・オリベイラが反応した、ナイスキーパー、オンサイドでした、決定機でした。ちょっと敵陣で持つ形が出てきました。川崎、マルシーニョ、マルシーニョちょっと抜いて真ん中を狙ってヘディングシュート、好調の山田、先手を取りました。川崎劣勢だった、川崎自分たちの時間になった直後、好調山田のヘッダー、15分、川崎フロンターレ一歩前に出ます。うまく時間を作って自分たちのリズムっていうところを取り返したところの中で押し込んだ、そしてこの切り返しからのクロス、山田選手はかなり戻りながらのヘディングシュートでしたけども、よく枠に飛ばしましたし、このボールの威力をね、しっかりとこう伝えることができたっていうのはね、非常に素晴らしかったと思います。できました。この位置からクロスボール、山田のヘディング、ゴール量産ボード、なんと山田慎は3戦連続の2発、すなわち3試合で6ゴール、あっという間に追加点来ました。川崎20分、また山田慎です。クロスボールの質の高さでしたね。その間を取ってる山田選手に対して、このピンポイントのクロスボール、はい、そしてしっかりこう叩いてワンバンさせてゴールにね、叩き込むこのヘディングの技術っていうのも非常に高かったと思います。プレッシャーに来るのを待って、少し運んでから三浦にプレス、佐々木がこらえました。おっと、ひっくり返った、中川パス、ディエゴ・オリベイラが打った、ナイス、スライディング、高井コーター、オリンピック帰りの高井のスライディングです。さあスローインから一気に背後を取って打ちました、遠藤出し抜きました、遠藤啓太です。無理にパスにしないで、また自分で持ちました。これで縦、遠藤のワンタッチ、徳本ワンタッチで入れた、飛び込んでディエゴ・オリベイラ、これはチャンスになりました FC 東京。荒木選手がうまくためを作って、中で作ってサイドの上がり、そしてクロスというところで、ね、非常に良い流れの攻撃だったと思います。はい、低い球、手前で狙った、クロスは追加点ならず、命拾い FC 東京。
蹴るのは三浦です。どこだ、真ん中を狙った、高いのヘッダー。セットプレーから追加点、川崎。歓喜の右ゴール裏、飛び込んだのは川崎のアカデミー育ち、セントラルディフェンダーの高井光太です。最終ラインをしっかりとタイミングよく抜け出して、まあ、少しこう左の後ろから来るようなボールの、ね、感じにはなりましたけども、それをうまく同サイドに叩き込みましたね。カットこうです。クロスを入れた、手前を狙うと小柏は豪快なダイビングヘッド。持っていく、こぼれ球、原川、荒木飛ばした、遠藤流した、白井来たーと、コーナーキックしのぎました、ジョンソンリョン。これで西村主審の終了の笛が鳴りました。川崎サポーターの歓声と東京サポーターのブーイングが同時にこだましました。味の素スタジアム0対3。そして玉川クラシコシーズンダブル、クラシコ3連勝と相成りました。